皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。ガイアの夜明け、空前の韓国ブーム、日韓新時代ということで、新大久保、韓国、料理店とか韓国グッズが集まる新大久保に行かなくても韓国製品が買えるということで人気のカンビニ、コンビニならぬカンビニが人気にという特集をやっておりました。これ非常に面白くてですね、韓国ブーム、これまで何度も起きてますけれども、コロナがあったりですね、日韓関係の悪化があったりして、なかなか韓国に行けないと。とはいえ、韓国の食材であったり、あと韓国コスメがやっぱり若い人に人気みたいなんですよね。で、韓国街とも言うべきですね、新宿の新大久保にわざわざ遠くから、お客さんがかなり来てるんですけれども、いやー、でもさすがに新大久保まで行けないよねみたいな人に目をつけた方がですね、韓国製品を扱ったスーパーというかコンビニ、カンビニというのをあちこちにチェーン展開して人気になっているということで、いやー、目の付けどころさすがだなというね。で、韓国食品であったりとか、韓国コスメであったりとか、そういうものがどんどん売れていくということです。しかも韓国コンビニ、消費者のね、使う単価がめちゃめちゃ高いということで、こういうね、商売もあるんだなと。ただね、韓国、なかなかね、ブームがあったり、落ち着いたりみたいなことで、バーッとブームになって時はね、売れるかもしれませんけど、ブームじゃない時は大丈夫なのかみたいなものもありますけれども、とはいえ、韓国根強い人気がある、特に韓国食品とか韓国コスメは、かなり人気があるみたいで、やっぱりね、ネットの影響とかで、若い方が買うみたいなのもあるので、こういうね、ビジネスがあるんだということで、非常に面白い特集だったんじゃないかなと思います。